ひとし駅は、北海道亀田郡七重町人山にある、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は、H69。電報略号は2、二間当駅の前身は、20パーミルの急勾配の途中での列車交換のために設けられた、信号場である。後に仮乗工場として、旅客扱いを行い、 分割民営化に伴い駅に昇格した。CTC 改善は、運転要員が配置され、駅長の職名は、ひとし山信号場駅長だった。乗車券類の発行も行われており、ひとし山駅発行と記載された、乗車券を発売していたが、大中山駅、鹿部駅、小島沢原駅などともに1984年、無人化された。ただしその後も、 余剰人員対策として乗車券の販売を継続したが、管理駅が大島大野駅となったので、発行駅の表記が B 大島大野駅発行に変更されている。当駅の完全な無人化は1986年11月1日である。この時に、青函船舶鉄道管理局では大幅な無人化が実施され、当時管理駅であった大島大野駅も無人化された。 1976年のひとし山信号場と周囲約 1km 範囲。下の右が本線函館方面、左はこの時期には基本的に無用となった加速線の軌道だが部分的にまだ使用されている。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成構内の JR 北海道による 大道寺小市医師の検証日当たり駅の所在する地名より、大田ではアイヌ語の宮間に由来するという説があるがはっきりしないとしている。相対式ホーム2面に線を有する地上駅、列車交換可能な交換駅となっている。互いのホームは駅舎、川下り線ホーム中央部分と対向側上り線ホーム北側を結んだ、構内踏切で連絡している。 安全側線を上下各一線有する。その他に下り列車専用の加速線と呼ばれる簡易系スイッチバックの引っ込め線が函館方に向けて分岐している。駅は勾配の途中に設けられているため、かつて蒸気機関車牽引による客車普通列車や貨物列車が運転されていた頃は進行方向に向かって上り勾配となる下り列車に限り、 スイッチバックの要領でこの加速線に一旦交代して入線してから勢いをつけて発車していた。この加速線は営業列車での活用はないが、引き続き保守用として活用されている。また信号機や出発指示合図機も生きており、ポイントも遠隔操作されているため、有事の際に加速線を利用することは可能である。 7駅管理の無人駅となっているが、友人信号場時代からの木造駅舎が残る。駅舎は、島内の東側に位置し、下り線ホームとは、通路で連絡する。また、トイレを有する。待合室は、各天井を有し長椅子が設置されている。2001年時点では、駅舎に掲げられていた、駅名表記が、ひとし山信号場のままであったが、その後、 ひとしやま駅に変更されている。ひとしやま仮乗降場に関するカテゴリー。ひとしやま信号場に関するカテゴリー。ありがとうございます。